はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直輔です。あなたのハートにアクセスしたい。はい、始まってまいりました。定例の火曜日は、アクセスということになってますね。日曜月曜だっけ、あのデータベース検定の、問題を取り上げましたけど、必ず出てくるのがレポートなんですよね。で、僕そういえばレポートとかってあんまり動画でないで紹介したことがなかったので、ちょっとね、皆さんもアクセスやってる方ってお分かりかと思うんですが、レポートっておろそかになりませんどうしてもね、派手な VBA とかでなんかスパーンとね、手品のように変わるだとか、もう複雑なデータからね、クエリで抽出してくるとか、そういったところがこう結構なってるんですけど、レポートってまあまあ使いは使ったですっげえ便利なんですよ。これをレポートの機能を使わないで Excel でやったらすんげえめんどくせえなっていうところも、レポートだったら簡単にできますっていうところもあるので、今日はちょっとそのね、ものを紹介したいというふうに思います。皆さんにお渡しした在庫管理のファイルのアクセスのファイルの中で、人ごとに、売った端末の金額の合計を出すと、これをちょっとご紹介したいというふうに思います。はい、それでは、パソコンの画面に行きたいというふうに思います。はい、それでは早速やっていきたいというふうに思います。レポートのことを、ちょっと紹介をしたいというふうに思います。あ、違った。MT 申し込みでですね、これ皆さんにお渡しした在庫管理のものになってまして、まあ、各社員ごとの売り上げが入ってますよと。で、これをね、社員ごとに例えば承継を出したいというような場合っていうのがありまして、まあ、社員ごとにそんな出したくないなんてことは言わないでください。はい。で、これを、社員ごとに承継する場合にはどうしたらいいかっていうと、レポートを使うと簡単にできるんですね。はい。まあ、やっていきたいと思います。作成を押して、ここのレポートですね。これを押します。はい、レポートできました。今、これなってますけど、まあ、こんな形になってると思います。はい。で、このグループ化と並べ替えっていうのをやりまして、グループ化、まあ、社員氏名にしましょう。はい、社員氏名になりました。すごいですね。あっという間にできるんですね、これ。その他っていうのをやって、集計付きのをやりまして、何を集計しますかっていうと、端末価格の合計を出したいですよというふうにすると、これあっという間に出てくるんですね。ちょっと見てみましょうか。はい。はい、ここの承継で、井川直輔は244万7千円を売ったと。で、沖田、佐藤さんは88万8千円。ね、っていう風になります。で、誰ですか、この方は。近藤裕二さんは、21万9千しか売ってないと。もうこれ完全に焼きが入るレベルですね、会社で言うとですね。っていう風に簡単にできるんでですね。はい。上書き保存の、まあこれでいいや。で、レポートビューにすると、はい、このように簡単に人ごとに出すことができます。まあ、このね、いらないもの、例えば、契約書番号とか、商品 ID とか、ギガ数とか、色とか、こんなものは、もう社員 ID もいらないでしょうし、こういったものはどん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 削除していけば、もっと簡易的になるんじゃないでしょうか。例えば、こんな風に、まあ、いいかな。っていう風にね。はい、こうすることで、簡単に一言の集計が出せますというお話でございました。はい、今日は非常に短いですね。前回30分近くデータベース検定のお話をしたので、今日はこれぐらいにしたいというふうに思います。で、まあ、レポートの中でもサム関数ですとか、こういったものはどん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 使えるので、まあ、そういったこともちょっと紹介をしていければなというふうに思っております。今日はこれぐらいで終わりたいというふうに思います。はい、ではパソコンの画面はここまでにします。いかがでしたでしょうかね。今日の動画、レポートに関しては派手なマクロとかを知らなくても、 Excel の標準機能、じゃあアクセスの標準機能で知ってるだけでも全然違うと思います。で、
自分の感覚で言うんですけど、レポートって限りなくエクセルに近い感覚でやれます。当然サム関数とか、まあ、サム関数とか使えますし、それから条件式とかでも突っ込んで、例えばここが、100だったら赤にするとか、そういったこともできるんですよね。なのですごい便利なので、ちょっとそういったものをちょっとご紹介していきたいというふうに思います。この間ね、ツイッターで幼い浩平さんね、お里エクセルさんのね、方がつぶやいてたんですけど、これからYouTube で ハウトゥー系で成功するというふうになったら、まあ、成功するかどうかは分かんないですけどね、僕はね、めちゃくちゃニッチな部分、ニッチってのは、まあ、誰もやってないっていうようなことをハウトゥー動画にするのがいいんじゃないかなっていうことで、まあね、あれだけの成功を収めた方なので、まあ、ちょっと言う通りにやってみようかなっていうふうに思います。はい、結構ねツイッターでもいいことつぶやいてて、まあチャンネル登録3万人以上いく人っていうのは、まあ、違うんだなっていうことを、まあ、ちょっと痛感はしております。はい、幼い浩平さんみたいになりたいとは思わないですけどね、まあ何回も言いましたけど、まあ、幼い浩平さんとか、それとかIT お兄さんとか、なんだ稲垣 TV さんですか、ああいったところのチャンネルを見て、ちょっとこれもう一通り覚えたんだけど、わからないっていう方がね、僕のところに来て、すごいマニアな知識を覚えていただければいいなというふうに思っております。はい、それではですね、今日も、井川直介ストレートインストラクターが、お届けしました。次回も僕と一緒にアクセスエクセルのスキル向上に向けて頑張りましょう。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画では現場で役立つ Excel アクセスのスキルをご紹介しております。こういう動画を上げておりますので、どうぞ皆さんご視聴いただきますようお願いいたします。コメント、ご意見、質問等ございましたらコメント欄に書き込んでください。また最近サブチャンネルもオープンしましたので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。